んにちは、みなみです。今日はみなみ流のかき揚げヘアアレンジを紹介したいと思います。それではスタート。はい、用意するものは潤いミントシャワー。髪の毛をリセットするために使います。普通の水でもいきます。でも今回はこの潤いミントシャワーを使います。次がこちらです。ドライヤー。今回はちょっとね、盛り上がってる感じにするので、口で説明するのは難しいので後でやってみたいと思います。あとは仕上げのワックスとケープです。これは緑色、ナチュラル&キープ。はい、早速かき揚げしていきたいと思います。まずはこれで濡らします。ここからこう開けてって感じ。ちょっと待って。はい、こんな感じで濡らしたらドライヤーでこういう風に乾かします。はい、そしたらこのコテも用意します。今ちなみに140度です。このコテを使って下をちょっと軽くね、ポパッと巻きます。最後にワックスとかケープをします。ざっくり巻きました。で、このケープとワックスをしていきます。これを取って、広げて、ちょっとなんか持ち上げる感じで、あとここの下の髪の毛にもちょっとつけます。前髪が短すぎてピョンと出ちゃう毛を、この前髪をこっちに持ってくると、ほら、あんまりわかんない。前髪をここの毛の後ろに持ってくと、ちょっと隠れるんじゃないかと思います。じゃあこのケープを仕上げにやっていきます。遠くからシュッとします。形を決めたところに、はい、完成しました。こんな感じです。ちょっと出てるかな。まだ慣れてなくって全然上手じゃないんですが、今練習中です。この髪型好きって言ってくれる子が結構いっぱいいたので、今回はちょっと紹介してみました。おすすめのワックスとかあったらコメント欄で教えてください。ということで、この動画が良かったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではバイバーイ。